皆さん、こんにちは。いきなりですが、皆さんの韓国語ってもしかすると失礼かもしれないですよ。韓国語を勉強していると、いっそよ、いや、よっさりえよ、など聞いたことありますよね。確かにこれも敬語なんですが、実はこの敬語だけでは不十分で、状況によっては失礼な表現になってしまいます。例えば日本語でも、営業の人がお客さんに、明日家にいますか？などと聞きませんよね。明日ご自宅にいらっしゃいますか？などと聞いていきますよね。また取引先の社長さんに何歳ですか？とも聞かないですよね。聞けないことはないですが、少し失礼に聞こえます。年齢がおいくつですか？などと聞くと思うんですよね。これは韓国語でも同じです。また韓国は日本よりも年上の方を敬う国ですので、特に気をつけたいところです。ですので、今回の尊敬語を覚えて、目上の方にも通じる韓国語をマスターしていきましょう。そこで、今回は敬語の上の尊敬語をレッスンしていきたいと思います。ここでは、尊敬語は敬語より丁寧な言葉として解説していきます。もちろん、敬語にも現在形、過去形、未来形があります。さらに、現在形には3つのルールがあり、過去形は1つ、未来形は1つのルールがあります。他の表現方法もありますが、今回は一番使いやすい文法表現を解説します。一気にすべて解説すると、かなりの時間が必要な内容となってしまいますので、前編で尊敬語の現在形、後編で尊敬語の過去形、未来形の2つの動画にしています。また、前編と後編は順番通り見ることをお勧めします。後編だけを見ると、頭がこんがらがってしまうかもしれません。ではまず、尊敬語の現在形からクリアしていきましょう。まず、この表を見てください。皆さんもよく知っている、アンニョンハセヨの元の形、アンニョンハダを使って丁寧度を比べてみたいと思います。1番が一番丁寧で、5番に行くほど丁寧度が下がってきます。初心者の人は、4番目のスムニダタイや5番目のヨウタイなどは聞いたことがあると思います。もちろんこれらも敬語なんですが、韓国語にはさらに丁寧な表現が3つあります。3番目の所要体、2番目の世要体、そして1番のシムニダ体です。2番のアニョンハセヨは皆さんよく聞いたことがあると思いますが、あれはチョワヨやマシッソヨなどの要体ではなく、実は2番目の世要体といい、さらに丁寧な表現なんですよ。今回はこの1番から3番の尊敬語の作り方を解説していきます。このルールは基本的に3つだけです。ですが、不規則な活用もあるので、それも別途解説していきます。そのルールは、タッチムがないとき、タッチムがあるとき、そしてタッチムがあって、そのパッチムがリウルパッチムのときです。では、タッチムなしのときで見ていきましょう。わかりやすく、カダで見ていきます。このカダを、ショヨ、セヨ、シムニダの3つに変えていきます。またこのカッコウとは、もし語感にパッチムがあれば、カッコウを出してあげてくださいねという合図です。皆さんは韓国語の動詞と形容詞の原型は、ホニャララダで終わっていることを知ってますか？また、今回のように話し言葉に変えるときには、必ずタを消して考えることを忘れないでくださいね。すなわち、カダは、カを基準に作っていきます。まずは、ショヨで見てみましょう。そうすると、カプラス、ショヨですよね。しかも、カにはパッチムがありません。そうすると、ウは必要ないので、ショヨをつけてあげるだけで、カショヨとなりますね。次は、セヨで見てみましょう。これも先ほどと同じで、カプラス、セヨ。ですので、カセヨ。最後に、シムニダで見てみると、これも同じです。カプラスシムニダですので、カシムニダとなります。皆さん、ここで法則に気づいた人がいるんじゃないですか？そう、ショヨ、セヨ、シムニダは、どれか一つできると、すべてできるようになってるんですよ。後ろの文法を入れ替えればいいだけなんですからね。わかりますよね。では、この動画では今後、所要だけで見ていきますね。だって、後ろを変えればいいだけなんで、
わざわざ毎回解説する必要ないですもんね。またなぜ所要なのかなんですが、覚えるなら所要が一番いいんですよ。後編の動画で尊敬語の過去形を勉強すると思うんですが、その時に必ず所要が必要になってくるんですよ。まあ私を信じて所要で見ていきましょう。では次にパッチムのあるイクタで見ていきましょう。タは消してあげるので、イクプラス所要ですよね。覚えてますか？うは前にパッチムがあったら出てくる合図でしたよね。イクはパッチムがあるので、うを出してあげて、イルグ所要となります。右のパッチムが連音化することも忘れたらダメですよ。そして最後にパッチムありで、しかもそのパッチムがリュールパッチムのアルダなどの場合です。この場合は語感のリュールが消えるルールとなります。ですので、あるプラス所要で作ってみると、あ所要という形になります。リュールパッチムが消えて、パッチムがない状態ですので、うが出てこないという理屈です。どうですか？かなりややこしいでしょう。苦手な人が多いパートですので、理解ができなかった人は戻って何度も復習してくださいよ。曖昧に進むと必ず後でつまずいてしまいます。では、次に尊敬語の不規則活用に入っていきたいと思いますが、皆さん、動画の途中なんですが、もしこの動画が少しでも皆さんの役に立っていれば、高評価をポチッと押してやってください。どんどんいい動画を作るモチベーションにもなりますので、応援がてらにお願いします。また、最新の動画なども見逃したくない人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では戻って、尊敬語の不規則活用を日本語で少し考えてみると、行きますなら行かれますと尊敬語に変わりますが、食べますならどうですか？召し上がるに急に原型自体が変わりますよね。実は韓国語にもあるんですよ。その変わる代表的なものをいくつか紹介したいと思います。この5つぐらいを覚えておけばいいかなと思います。では、どのように作っていくのかを解説していきます。今回も念のために最初だけは、所要、せよ、しみだのすべてを説明していきます。例えば、もくた、ましだの尊敬語である、とし다は、とし다プラス所要となるのはわかりますよね。そして、同じように最後のたは消してあげます。そうすると、パッチムのない、とし、プラス所要となりますよね。じゃあ、とし所要かと考えそうなんですが、実はそうはなりません。言語というのは似た音を連続するのを嫌う傾向にあります。ですので、このしとしょが重なり合うんです。そうすると、このようにしょになりますよね。ですので、とし所要となってきます。これは、せよでもしむりだでも同じです。しとせを重ね合わせてみてください。自然とせになりますよね。また、しとしも重ね合わせるとしになってくれます。そうすると、とせよ。としむにだとなりますよね。このように覚えれば簡単だと思いますので、ぜひ覚えてみてください。では、念のために、不規則活用をもう一つ見ておきましょう。皆さんは、チャルジャヨーなど聞いたことあるんじゃないですか？これもそうですが、目上の方などには、チャルジャヨーなどは言いません。そこで、チャダを尊敬語のチュムシダに変えてあげます。そこから、所要やせよ、シムニダに変えていきます。では、所要で変えてみると、チュムシプラス所要。ですよね。さらに、しとしょを重ね合わせてあげると、ちゅむしょよとなってくれますよね。ですので、目上の方には、おやすみなさいというときは、前に、あんにょんひをつけてあげて、あんにょんひちゅむしょよと言ってみてください。不規則活用は、このように作っていけば大丈夫です。動画の最後に練習問題を出しておきますので、挑戦してみてくださいね。次が最後で名詞の尊敬語を覚えていきます。名詞のほにゃららですって、いみにだやいえよでしょって思うんですが、
名詞にも尊敬語があります。これもパッチムがありかなしかによって変わってきます。パッチムありの場合、一緒よ、いせよ、いしむにだをつけていきます。パッチムなしの場合、しょよ、せよ、しむにだをつけていきます。ではしょよを使って具体的に見ていきましょう。パッチムありのフェサオンで見てみます。パッチムがある場合は、いしょよをつけるだけですので、フェサオンにしょよ。次に、パッチムがない強さで見てみると、パッチムがないときは、しょよだけを足すので、強さしょよとなります。名詞は簡単ですよね。では、最後に練習問題を解いて、本当に理解できているか確認してみてください。では、行きます。次の単語を尊敬語に変えなさい。おしょよ、さしょよ、드셔요、계셔요、공무원이셔요。どうでしたか？全問正解できましたか？尊敬語は韓国語が上手くなればなるほど、いろいろな人と出会う機会が多くなるので必要になってきます。何度も見てマスターしていってください。次回の動画はこの尊敬語の過去形と未来形のレッスンをしていきます。では次回の動画でお会いしましょう。